書いてある限り首切りトンネル、まあ、首切りトンネルって名前ではないんですね。出雲街道だそうです。おかしな現象があったりとか、したそうです。ちょっと首というか調子が悪くなったそうで、その今日はですね、真庭市に来てます。で、まあ、ここの地名がね、首切りという名前なんですけど、まあ、この目の前に首切り峠っていうのがあるんですよね。まあ、このね、首切り峠、まあ、いろんなね、諸説由来はあるんですけど、まあ、一つは、山中一揆説っていう、まあ、一揆があったんですよ。まあこれに関してもね、いろいろ過去に、取材したりしたんですけど、中山一揆とは1726年に美作の地方で起こった一揆で、多数の農民が処刑されたということで、まあ、ここの地名、晒し首が行われた場所の一つとして、この場所だったのではということと、もう一つが、合戦が当説ということで、この地にね城を構えていた三浦氏とこの首切り峠周辺は古戦場跡ということで、多くの人が失われてたくさんの首が切られたということから、首切り峠という名前になってたそうですね。ちょっとね歩いてみようかなと思います。はい。で、このずっと先に行ったら首切りトンネルっていうのがあるんですよね。で、この道がなんか峠の道というか昔の旧道というか出雲街道だそうです。まあ、まさに旧道といった雰囲気が、するんですけど、まあ、ここが、首切り峠の旧道、出雲街道だったということで、まあ、この首切り峠なんですけど、知り合いのアナウンサーが、ロケで、まあ、ここ通ることがあったそうです。で、まあ、なんか後日ねちょっとおかしな現象があったりとか、したそうです。まあ、なんかねちょっと首というか調子が悪くなったそうで、その、ロケの一緒にいた
スタッフの方含めと。で、なんか後日ね、お酒を、ここでこの地に、ね、振りまいたら、すっきり、治ったという、話がありました。まあどういうことかちょっとわかんないですけど、まあ、何かしらのことがあるのかなと思います。よし、ちょっとなんか開けた場所に来ました。なんかちょっと柱が、あ、出雲街道っていう柱があります。まあ、まさしくここは街道だったということです。で、大きな岩が落ちてますね。もうちょっとそのまま行ってみよう、まっすぐ行ってみようかなと思います。下はこんな感じになってます。かなりの、高さがあります。まあ、出雲街道ということですから、まあその当時主要な道だったということなんですよね。まあ、今となっては全く使われない道なんですけど、落石注意。まあね、こうやって車輪の跡も車の、ね、跡があるので、まあ、何かしらの理由があって、ここまで来るのかな。はい、出口の方に来ました。まあ、ちょっとね、気になる石とかも石碑があるんですけど、ちょっとなんか関係してるんでしょうね。してるんでしょう、してるのかなっていう感じです。まあ、目立った、なんかそういうのはなんかないんですけど、ただ、なんかあましいい雰囲気ではないというのは確かなんですけど。で、ここからね、ずっとこの出雲街道は、新庄村、凱旋桜かな、まあ、春になったら、桜が綺麗に咲く街道まで続くということなのです。ちょっとね、これからトンネルの方にも行ってみようかなと思います。はい、ここはね、首切りトンネルです。で、この下に流れてるのが新庄川っていう川です。ちょっとトンネルの中入っていきます。まあ、首切りトンネルって名前ではないんですね。ちょっと見てみましょう。1972年って書いてます。で、先ほど首切りトンネルじゃないって言ったんですけど、まあここに書いてある限り首切りトンネルの桜、まあ、この目の前にね、桜があるんですけど、まあ、首切りトンネルってちゃんと書いてありますよね。
でもまあ違う名前のトンネルということなんですよね。ちょっとね、謎な感じですけど、首切りトンネルと一切書いてません。で、まあいろいろ調べたんですけど、そういう、らしきね、なんかそういう、なんかね、痕跡というか、まあ分かりにくい、本当に首切りなのかという感じのスポットでしたけど、まあその地名的にも、バス停のね、首切りって書いてあったり、してるんですけど、まあ、普通にこの辺とか民家あったりとか、普通の場所ですね。というわけで、今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、夜に行ったとしてもね、まあ、怖いことは確かなんですが、真っ暗で何も撮れないということで、まあ、昼間ね、今回はお伝えいたしました。はい、というわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。